選手として共に戦った仲間、工藤正人選手が先日、32歳という若さで亡くなられました。あまりに早く、突然のお前に、私たちはまだお辞儀しがれています。サッカーへの真摯な姿勢と、みんなに愛された優しい人が、そしてその笑顔、私たちは決して忘れません。工藤正人は永遠に私たちと共に。ここで個人の名前を用意し、哀悼の意を込めて黙祷を行いたいと思います。皆様、お気に入りくださいませ。黙祷。サンフレッチェ広島 VS 北海道コンサドーレ札幌。